皆さん、こんにちは。広報コンサルタントの石川恵子です。メディアトリン座談会。今日はスマートアクトディレクターの高松佳奈子さんと2人で。そうです。お二人です。<laughs> ちょっと寂しいですけど。けど <laughs> まあ、内容がゴージャスに。<laughs> <laughs> 今日は8月の5日と。はい、5日ですね。はい。 しますね、ちょっと気は涼しいですね。楽になりましたね、猛暑、ずっと酷暑でしたので。本当 <laughs> に、ちょっとほっとしてます。<laughs> ということで、今日のテーマは、キャサリン妃。はい、綺麗ですよね、はい、いつもね。はい、メディアにも、いつもこう注目されている。えっと今日キャサリン妃やることになった、まあ、そのきっかけなんですけれども、今日う何やろうかなって。 って思って思いいろろろ探してたところキャサリン妃がどこから撮っても写真写りがいいっていう記事発見しまして、うんはい。それでこの記事ですね。<で> TikTok に載せたみたいですね。にね、うんはい、でキャサリン妃はある程度メディアトレーニングを受けています。うん。り、を地面と平行に保つよう訓練を受けているのです。 ここでメディアトレーニング出てるなと思っただったら今回の私たちのメディアトレーニング座談会に取り入れるべき内容だなと思ったので、はい、ぴったりですぴったりメディアトレーニング、まあ、今あの私たちいつもメディアトレーニング座談会ってやってますけど、まあ、そのメディアトレーニングってあんまり聞き慣れないですよね高松さんも私とはじやって初めてでした そうですね、メディアトレーニングって、なんか漠然としたイメージはあったかもしれないんですけど、そんな具体的なことは全然知らなかったですね、うん、候補の業界でメディアトレーニングというと、メディアに出る人たちのトレーニングで、主に記者対応、記者に対して出現をしないとか、記者からの質問に対して的確に対応できる、隙を見せない、とかうまくさばくとか。 そういったトレーニングのことを日本では言ってい使われていて、はい、特に結局管理の中で使われていることが多かったんですよね、うん。あとはそのそ社長、えー、就任のときですとか、まだ慣れてない人たちが人前に立つ、あるいはメディアの前でお披露目をする、記者会発表をやるときに受けるトレーニングとして、えー、メディアトレーニングというのを言われていました。ただ、日本の場合ってどうしても失業と型であって、この顎の位置がどうとかね。<laughs> <laughs> <laughs> いうのをまあ細かく指導するっていうのはあまりなくてそれはうんとおかしいなと失業等も大事なんだけど、うん、パッと見た時に出てきた時に第一印象っていうんでしょうか、うん、まあ服装か振る舞い、はい、こっちの方が第一印象として大きいはずなのにあんまりやらないことにすごい疑問を持って、ねはい、そこをもうちょっと強化しようということで。 たくまあ、さんのところにもね、うん、弟子入りしたわけなんですけど。<laughs> はい、ありがとうございます <laughs>、はい。やっぱ外見大事ですよね。まあ、そういった外見から受けるそのイメージっていうのも、すごく大事なメディアトレーニングじゃないかなと、本当に思います。ね。うん、体のコントロールということかな。まあ、言葉のコントロールだけではなくて、まあ、体全体をコントロールするということですね。だからまあキャサリヒも、うん 顎に、顎を地面と平行に保つを訓練というか、動かさない,という。まあ、体のコントロールですよね。そうですね、うん。だから写真がよく見えるようになって、なってるということなんですが、まあ、これについて高松さん、どのようにご覧になっていますか？そうですね。顎がね、床と平常に平行だっていうところは、まあ、まあね、あのー。 一つあると思います。やっぱり、あの、顎がこうやって上がると、目線がこう、下に下がった感じで見下すような目線になってしまったりとか、顎がこう下がると、上目遣いになって人を伺うような目になってしまったりとか、まあ、あの、顎の角度がど、だけではなくて、実は顎を上げることによって起こる見え方っていうのが問題っていう。 に私は考えてます。なので顎は常に平行だからいいかってそ,、まあ、そ,れそれも一つあるんだけどそれだけではないってことですよね。目線ってやっぱりすごく人に与える影響すごく大きいのでその,目あの,穴の顎の上がり下がりによってその目線がどうなるかっていうところの方が私は大事なような気がします。うん。 ただ、やっぱりその床で平行に常にいるっていうのは、よっぽど意識しないと。人間できることではないので、もしこれが本当であれば、まあ、キャサリン妃は。もうメディアの一人でも、こう目に入ったら、もう常にこう意識してるっていうことになっていくとは思います。はい、あと、腹筋もあるんじゃないですかね。どうしてもこう、あのー、腹筋が弱くなってきて、首がこうに、うん、なってるっていうこともあるから。まあ、腹筋がててそうですね。弱くなって。 てる弱くなるとまあ顎だけじゃなくて腹筋も鍛えてないとそうですねまあ腹筋背筋量は体を支える筋肉が弱くなるとどうしても支えきれなくてこう背中が悪くなったりとかして、うん、まあ、姿勢も悪くなっていくし、うん、首もこうやって前に出てくるしまあ見た目どんどん悪くなっていきますよね、うん、だから立ち方歩き方も当然その顎だけではなくて トレーニングされてるんじゃなないいのかなと思いますうん、うん、そ,うそれでキャサリン,キャサリン妃はもともとモデルだったのかなと思って調べてみました。で調べてみたら、うん、そうではなかったという。いんなことが分かったんですけど、うん、お父さんとお母さんは本当一般家庭でお父さんはあのディスパッチャーというあの配送の係でお、うん、母さんは客室乗務員。はい いいうううにねね書いてありましたんのご家庭で育って、うん、あの親戚には大富豪もいらっしゃったそうなんですけどその後ご両親は授業を始めて、うん、そして成功して富豪の仲間入りという、うん、<laughs> でしたので、まあ、あの本当に努力された家庭に育ったとうんでしょうねまあそういう見てきた方だと思う、ね。うん、もう一つ驚いたのが一般家庭で、うんえー 一般家庭、イギリス王室の多い継承権を持つ、持持する人が、人物が一般家庭出身の女性をあの妃にしたのは、351年ぶりだということで、<あ><あ>すごいです。私もびっくりしました。なんかダイアナさんは一般家庭だと思ってたの、ね、で <laughs> <laughs>。そうそういうイメージあったので、うんえー、そんなにって感じですよね。それもあって。 まあ非常に注目度が高い方なんだろうなというう思いました。で、えっと、ただ、モデルの経験はないんだけど、大学時代に、大学時代に、なんか文化祭かなんかで、そうですねあの、モデルをやって、それで見初められたと書いてあったので、教書にモデルとして出演したと。うん、うんうん やっぱりすごく美人さんなのでやっぱり友達からもちょっとお願いだからモデルやってくれないなんていうことは多々あったとは思いますけれどもね、うん、多分そんな流れの,あのモデルだったと思うんですがプロ,でプロのモデルとしてやってたというわけではなさそうですね。うん、ということはモデルさんだからできるということではない、うん、そうですね。うんうん、やっぱり、うん、彼女のそのそ意識の もうやっぱ高いいんだと思いますその王室に入ってそのキャサリン妃というあのものに死に自分がついた時に自分はこうあるべきだっていうようなそういったやっぱり強い信念というか意識がやっぱり高いんじゃないのかなと思うのとやっぱりこの方もともと写真写りが <laughs> いいのかなとも思います。うん、あ,あるんですか元々は、うん 写真写りがいい人とそうじゃない人って。もう大きく分かれますね、モデルにも2通りやっぱり分かれるんですけど、私はどちらかというと、写真写真写りが悪い方だったんですけども、そうなんですか初めてかな。<laughs> で、本当にかもう写真見ると、すごく可愛くって、あなんでこの駒胤さん可愛いんだろうと思って、実際実,実物会うと、すごく地味だったりとかする人、も<ー>逆にいるし。 もう本当に写真写りってね、人様々なんですよ。うん、えでも、うん、それで、でもよくモデルでき,できたんですね。モデルさんやってたんじゃないですか。どちらかというと、私はあの撮影のモデルというよりもコレクションのモデルだったので、動きがあるんですね、ライブあの。カメラマンの前に立って、その写真を撮って、雑誌に載るという、まあ、雑誌も少し多少りましたけどやりましたけど、

その写真だと割とと一,一瞬ななのかな写真だとシャッター音があるので割と一瞬決め,る、はい、決められるじゃないですか、うん、でもあのコレクションって常にこてあの歩いてる動いてるのでどこをこう切り取られても形になるようになってないといけないんですよ、うんうん、そこが大きく違いますよね、うん、だから、うん、コレクションのモデルさんの方が うーん体の動かし方は結構緻密に自分で計算したりとか、あと訓練して自分がどういうふうに見えてるのかとか、そういうことをかなり意識しながら仕事してると思います、うん、できるようになるんですか、緻密に計算するっていうのは。まずその、もう一つの,あの自分を客観的に見る目っていうのは必ず出来上がってくるんですね、トレーニングしていくと。 多分モデルさんだけじゃなくて俳優さんだとか女優さんトップクラスの人たちは絶対に俯瞰でこう自分を見れる目っていうのを、うんえー、持ってらっしゃると思うんですがまさにそれですよね今自分が、あのー、この角度からどう見えてるかとか自分が今どんな顔してるかとか、えー、そういったことはもう常にこう俯瞰で見てい、うん、られるようになりますそれは体が訓,訓練するとだんだんそうなってくるってことなんでしょうかね。 そうですねやっぱり、うん、あの人にやっぱり見られるって、まあ、キャサリン妃もそうですけども人から見られるという立場の人はやっぱり常に自分がどうやって見られているのかなという意識を持ち始めると徐々にこの俯瞰の目っていうのができてくるとは私は思っていて、えー、なので多分キャサリン妃もそういったものを持ってらっしゃると思います。だから、えーまあ、要するにいつも どんな時に写真撮られてもあの素敵な写真が残るような多分そういった意識がものすごく強いんではないかなと思います。だかそういう話するとみんな疲れそうとかって言われそうそりゃ疲れるでしょうねこれだけねあの世界中からねあのいつもいつもこう見られてる方たちは。でもまあ それこそファミリーだけでも誰も入ってこないあの自分たちのお家の中に入ればそこでぐったりすることはできますしね <laughs> <laughs> あの常に緊張してなきゃいけないってわけじゃなくてやっぱり体っていうのは緊張とリラックスっていうのは絶対必要なのでモ、うん、デルさんだから常に姿勢よく。 家の中でもいるかって、そんなことなくて。あ、<laughs> そうですか。くつろぐ。<laughs> そう、くつろぐ時はちゃんとくつろぐって、休めるっていうこともうすごく大事なことだと思います。やっぱりスイッチなんでしょうかね。このオ音色ですね。うん。まあ、顎の位置も、こう、常にこうやるっていうのはね、うん。うん。<laughs> も含めて、まあ復、腹筋ですよね。 あと、そのスイッチオンオフすることによって、オーラもねオフにできますからねあーらオーラの質問もよく出ますよね。オーラ出したいとか出せないとか、どうしたら出すんですかとかね。<laughs> よくモデルの,あの、新人のモデルの子たちにはよく聞かれます。そ <laughs> れで何て答えるんですかんまず自信って言います。あ<ー>自分に自信がない人にはオーラはない。 まず自分に自信をつけるためにはどうするんですかもうやっぱり一番手っ取り早いのは仕事することですね。うん、一つでも仕事をすることによって、進展、はい、ついてくるので。はい。はい、あ、まあじゃあ数そ数。数をこなしていくってことですよね。うんまあ、それはあそれ普通の仕,仕事も一緒かもしれないですね。か数をこなす。 そうなんでもそうじゃないですか、はい、あのやっぱり仕事に、まあ、いい仕事をするためには、やっぱり最初からいい仕事ができるわけじゃなくって、失敗重ねながらで、経験積んでいくっていうのと全く一緒だと思いますとにかく仕事をする、いくら練習しててもダメだってことですね。まあ、練習は絶対必要ですよ。うん練習したことによって、やっぱり自分はこれだけやってきたんだからっていう自負も絶対そこに生まれるので。 努力もまあでもそのねやっぱり練習しないとこの首の角度とか上げ下げとかそのコントロールは多分すんがで,できないと思います。そうですよね。うん、やっぱり自分鏡を見てその今自分がどう見えてるかっていうところを研究するとか、うん、常にそのコントロールするち体を作っていくっていう努力は必要だと思います。うんうんまあ、キャサイヒはそういうい 努力をしていると。と思いますね。いうことですね、うん。ある意味だからプロですよね。ああ<ー>。うん、ただ、人間に立つことに対する責任感そう,そうです、そうです。それをすごく強く感じます、すね、彼女をってると。うん、うん。やっぱりイメージですからね、ロイヤルファミリーとしての、うん、イメージよくすると。そうですよね。において、うんまあ。皆さんから好かれるとか、いいことを残すということが一つの。 ロイヤルファミリーとしての、まあ、自分のミッションだとう,うん、うん、そうだと思います認識は高いんねうん、うん、そこら辺はねもう一人のあの次男のね <laughs> 方のとはちょっと違うかなと<笑><笑>まあ次男はやっぱりね好きってるっていう、うん、そう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 そその辺の意識の違いがすごくなんか大きくこの出てるなっていうふうには 見て,て思いますすよねねそうです、ね <laughs> まあ、だから私たちもそれをお手本にしつつ、まあ、人前に出るっていうこと、はい、に対してはちゃんとスイッチをオンにして <laughs> そうですねオーラを出して <laughs> <laughs> でももう石川さんなんかも十分オーラ出てますから <laughs> いやーそれあんまりあんまりね実はねあ自信はないんですよ自信はないけど自信があるふりをしてるってひたすらそういう <laughs> それも大事ふりも大事ですよね。 <laughs> ですよね大、うん、大事大事もう自信があるふりをして、ある意味、貼ったりも大事なところありますからね。そういう意味では、まあ、キャサリン妃、のメディアトレーニングを受けているということで、まあ今日はキャサリン妃を取り上げました、はいはい。ありがとうございました皆さん、ね、ちょっとしたことでもあのトレーニング、まあ、メディアトレーニングって日本においては、まあ、質疑応答。 メディア対応ということなんですけれども、ぜひ日常生活の中でどこから取られてもいいようにスイッチオンにするとかオフにするとか、そういうトレーニングとして、うん、もいいですよ、ね、まあ、一番か手っ取り早いトレーニングは鏡とお友達になることですよね。ああ、うん。なんかほら、鏡見てると自分の嫌なところばっかり見えちゃったりしてね、意外粗、うん、荒探しとかし,しちゃい。し,ね、<laughs> しがちですけどもね。でもその 争いも自分なんですから、そこをちょっと認識して、えー、どうそれを克服していくかということを考えていくこと大事かなと思います。じゃあ、かがむと、はい、ぜひなってください, <laughs> <laughs>、はい。ということで、今日はキャサリン妃のメディアトレーニングについて語りました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録お願いします。はいえー